廃線となった栗原田園鉄道栗田の乗車会が栗原市で開かれ、鉄道好きの子どもたちでにぎわいました。はい、出発進行発車。栗原市にある旧栗原田園鉄道の若柳駅で行われた乗車会には多くの子どもたちや鉄道ファンが訪れました。2007年に廃線となった栗田の当時の車両に乗車した人たちは、車窓から見える風景やディーゼル車特有の音を聞きながら、およそ2キロの鉄道の旅を楽しみました。念願の栗田だったので良かったですね。この乗車会は来月10日にも開かれます。